ホベルト・サトシ・ソウザとルイス・グスタボの試合結果を予測するには、両選手の過去の戦績、ファイトスタイル、技術、フィジカル、最近のパフォーマンスなどを考慮に入れる必要があります。ホベルト・サトシ・ソウザはグラウンドゲームが非常に強力で、特にブラジリアン柔術のスキルが高い選手です。彼のテイクダウンとサブミッション能力は試合を決定づける要素となり得ます。一方、ルイス・グスタボは打撃力が強く、ノックアウトパワーを持つストライカーです。彼のスタンドでの攻撃力は相手を圧倒することができますが、グラウンドに持ち込まれると劣勢になる可能性があります。これらを踏まえて、勝敗予想を行いますと、ホベルト・サトシ・ソウザが勝つ可能性 65%、ルイス・グスタボが勝つ可能性 35%、この予測は、ソウザのグラウンドゲームの強さが試合を優位に進める可能性が高いと考えるためです。しかし、グスタボが打撃で一発逆転の勝利を収める可能性も十分にあります。次は試合展開の予想です。今回は判定の場合と KO や一本の場面の予想も行います。1ラウンド、開始直後、両選手ともスタンドでの距離を探り合う。ルイス・グスタボは強力なパンチを繰り出し、ホベルト・サトシ・ソウザは慎重にディフェンス。中盤、ソウザがテイクダウンを狙う動きを見せ始める。グスタボはこれを防ぎつつ、打撃でダメージを与えようとするが、ソウザの粘り強いテイクダウンが成功する可能性が高い。終了間際、ソウザがグラウンドでのポジションを確保し、サブミッションを狙うが、グスタボがなんとかラウンド終了まで持ちこたえる。2ラウンド、開始直後、グスタボはスタンドでの戦いに持ち込もうと積極的に打撃を繰り出す。ソウザはディフェンスを固めつつ、再びテイクダウンを狙う。中盤、ソウザが再びテイクダウンに成功。グスタボはグラウンドでの防御に集中するも、ソウザのポジションコントロールが優れており、アドバンテージを取る。終了間際、ソウザがサブミッションを試みるが、グスタボが防御に成功し、ラウンド終了。3ラウンド、開始直後、グスタボはスタンドでの勝負にかけ、アグレッシブに攻撃を仕掛ける。ソウザは冷静に対応し、再びテイクダウンを狙う。中盤、ソウザがテイクダウンに成功し、グラウンドでのコントロールを続ける。グスタボはなんとか立ち上がろうと試みるが、ソウザの圧力が強い。終了間際、ソウザがサブミッションの機会を伺い、グスタボが防御に努める。試合終了のゴングが鳴る。試合結果、判定、ホベルト・サトシ・ソウザの3対0ユナニマスディシジョン。ソウザのグラウンドゲームが試合を支配し、グスタボのスタンドでの攻撃を封じる展開が続いたため、判定での勝利が濃厚と予測されます。KO や一本勝ちをする場合の展開とラウンドについての予測は以下の通りです。一本勝ちの展開、1ラウンド、開始直後、ソウザが慎重に距離を詰め、グスタボの打撃を避けつつテイクダウンを狙う。中盤、テイクダウンに成功し、グラウンドでのポジションを確保。素早くサブミッションを狙う。終了間際チョークやアームバーなどのサブミッションに持ち込み、グスタボがタップアウトする可能性がある。2ラウンド、開始直後、グスタボがスタンドでの攻撃を試みるも、ソウザが再びテイクダウンを成功させる。中盤、グラウンドでのポジションをコントロールし、サブミッションの機会を探る。終了間際、ソウザがサブミッションを完璧に決め、グスタボがタップアウト。KO 勝ちの展開、2ラウンド、開始直後、ソウザがグラウンドでの優位性を確保し、グスタボを圧倒する。中盤、グラウンド&パウンドを展開し、レフェリーが試合を止めるほどのダメージを与える。終了間際、グスタボが防御できず、レフェリーストップによる TKO。3ラウンド、開始直後、グスタボが疲労し、ソウザがテイクダウンを容易に成功させる。中盤、グラウンドでの攻撃を継続し、グスタボが反撃できない状態になる。終了間際、レフェリーが試合を止め、ソウザが TKO 勝利を収める。最も高い確率のラウンドは、一本勝ち、1ラウンドまたは2ラウンド、特に1ラウンドの中盤から終了間際。KO 勝ち、2ラウンドまたは3ラウンド、特に2ラウンドの中盤。
サウザの強力なグラウンドゲームとサブミッション技術を考慮すると、特に1ラウンドや2ラウンドでの一本勝ちの確率が高いです。一方で、グラウンド&パウンドによる TKO は、グスタボがスタンドでの攻撃に耐えられなくなった2ラウンド以降に起こる可能性が高いです。